はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ということで今回はですね、こんにちは。今回も、岡田さんですね、お招きいただきまして、個人事業主がコストをかけず自宅で月商38万円を売り上げた秘訣というテーマでですね、まあ、このライン亭戦争を使って、まあ、どういうふうにしてね、まあ、売り上げにつなげていったのかであったりとか、まあ、岡田さん自身もですね、この SNS のコンサルティングであったりとか、あとは運用のね、今大活躍されている方なので、まあ、そういったところの SNS のね、ノウハウ、いろはってもいろいろ聞いていきたいと思うんですけども、岡田さん本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。では、まずですね、岡田さん、お名前は岡田アリスと言います。ね、はい、白髪なので、はい、白髪でアリスさんと、はい、今どういった活動をされていらっしゃいますでしょうか。はい、本業は看護師なんですけれども、SNS クリエイターとして運用の代行させていただいているのと、コンサルも受けさせていただいてます、SNS のコンサルティング、あとはあれですかね、SNS クリエイターの代理店もされていらっしゃる、代理店も、はい、させていただいてます、ということですね。で、今実際 SNS を本格的に始動してからどれぐらい期間経ってますかね、トータルで言うと。そうですね、8月ぐらいからですかね。じゃあ、今だいたい5ヶ月ぐらい、そうですかね、はい、5ヶ月目か、なるほどなるほど、5ヶ月目ということですね。 OK です。で、8月に契約して9月から、9月からじゃあ、去年の9月から始めて、今動画撮ってるのが1月、2021年1月なんで、まあ、ちょうどじゃあ4ヶ月目か5ヶ月目、4ヶ月目ぐらい、はい、はい、早いですね。はい、ということで、そもそも SYK の学科を知っていただいたきっかけっていうのはどういうところだったんですか？まあ、話せば長いんですけど、看護師ずっとしてたんですけど、まあ、国際結婚してたので、オーストラリアにちょっと移住することになりまして、はい、で、看護師辞めないといけなくなって、向こうで仕事を一生懸命探したんですけど、なかなかなくて。それで副業をやるにもどうしたらいいかなっていうので、ビジネス系 YouTube をずっと見てたんですね、そこで北野さんの動画を YouTube を拝見させていただいて、でずっとインプットはしてたんですけど、それでまあ他の副業もいろいろやってきて、自己投資もして失敗してっていう時に、まあ、日本にも帰ってきて、でちょうどやっぱりその時にもシングルになってたんですけど、シングルマザーになって、それでこれからどうやろうかなって、でコロナだし、自粛期間中にどうしようかなと思って、ちょうどSYK さんの募集があったので、講座の募集があったので、もうすぐ決めました。ああ、なるほど。即断即決という形で。はい、なるほどですね。なんか他にね、今、こういうスクールとか、いわゆる学科とか講座とかってたくさんあるじゃないですか、いろんなところ。はい。その中で、なんかうちを選んでいただけたきっかけとかっていうのもあったんですか？決めてみたいな。まず、もう、ちゃんと、実際に、たくさんなんか、SNS の案件を、ご自分たちで、なんか運用されて、それに基づいたデータとかを全部収集してなんかされてるっていうのを聞いて、ただこう見せかけじゃなくて中身をちゃんと実績を積まれてされてるんだなっていうのがすごく感じて、ああなるほどですね。まあ、それで経営者の学科にご入学をご決断いただいたと。はい、はい、ですね、ありがとうございます。では早速ちょっとね、どれぐらいの実績が出たのかっていうのも聞いていきたいなと思うんですけど、現在でトータルの運用とかもそうだし、コンサルティングとか代理店すべての売り上げを含めるとどれぐらいの今月商っていう形ですかね。で、38万円になります。分かりました。で、今主にやられてるのが、まあ、代理店であったりとか、まあコンサルティング、まあコンサルティングとか代理店とか基本的にね、まあね、SNS でから LINE で、そこから LINE からご契約いただくと。あ、そうですね。いう形だと思うんですけど、はい、プラスだとね、SNS の運用も月いくらでしたっけ？ 3 万とか？ 5 万でしたっけ？ 3 万円と、
ツイッターを見るとコンサルで5万円、うんうん、今トータル8万円ですかね、うんうん、ツイッター SNS の運用も今されていながら、あとコンサルティングサービスも展開されていると、うんうん、はい、はい、いうことで、まあ、実際にですね、まあ、運用の契約を取っていくっていうのもそうだし、コンサルティングの契約を取るにしても、やっぱりこの集客から販売っていう流れ、やっぱりいかに作っていくのかすごい重要になってくるわけですよね。はい、うん、ってなった時にちょっとね、実際に今どういうふうに集客をしているのかっていう、その集客媒体岡田さんのちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、今って何を使われてますかね、集客媒体。今は基本的にインスタグラムメインでやってます。インスタメインと、わかりました。インスタと、うん、ツイッターは逆に今はあんまり。ツイッターも最初習い始めた頃はツイッターでちょっと頑張ってたんですけど、1000人、まあ、超えるぐらいまでなったんですけど、はいはい、今はインスタグラムの方が、うんうん、配信も少なくて、もで画像とかいろいろ習っていくうちに、インスタグラムも面白いのかなと思ってやってみようと思います。なるほどですね。はい、まあ、岡田さんの中でインスタが来てると。はい、まあ、インスタってね、これよくあるんですよ、質問で、視聴者の方でも。で、まあ、結局、相性があるんですよね。インスタの方が得意っていうんだったらインスタでやった方がいいし、ツイッターの方が得意っていうんだったらツイッターでやった方がいいし、で、はい、両方できるんだったら両方やった方がいいんですけど、それでも点やわになっちゃうぐらいだったら、得意な方で、初心者の人だったらまずはインスタからっていうのはおすすめかなっていう感じですね。ああ、うん、そうですか。はい、はい、であとは LINE ですかね。そうですね、 LINE の配信は、うん、まあ、週に5回は、まあ、目指してやってます。もうさらっと結構配信頻度も教えてくれました。週に5回配信をされていると。あ、すいません。いえいえ、いいと思いますよ。週に5回配信をされているで、実際なんかこれ週に5回によく結構配信頻度とかでも、ね、周囲さん、 LINE の配信は週に1回じゃダメなんでしょうかと結構ね質問来たりするんですけど、どうですか、週に1回だとやっぱりなぜダメなのか。忘れられてしまうんじゃないか、うんうん、皆さん、まあ、いろんな LINE 配信、ね、LINE 登録されて、私もいっぱい登録してるんですけど、だんだん埋もれていってしまうから、うんうん、まあ、上に上位こう見えるようにするためには、まあ、ちょこちょこやっぱり配信しないといけないのかなと思いますね。そうですね、なんか LINE アットって基本的に、まあ、いわゆるメルマガの LINE 版みたいなイメージで、お客様の個人 LINE に一斉に通知を送ることができるんですよね、はい、LINE で。で、それが、まあ、そう一斉送信できる LINE で、例えばこの LINE の一番トップの方にこのね、自分のメッセージを上げるためには、そして、できるだけやっぱり開封してもらうためにも、自分という存在を思い返してもらわないと。そうですね。そうそうそう、いけないということで、まあ、単純接触回数が重要だから、はい、岡田さんはあえて週に1回でもなく2回でもなく週に5回という話、まあ、教えていただいてるっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、僕もね、もちろん知ってますけどね、なんででしょうかって聞いてますけども、はい、そうそう、そういう理由があるということですね、うん、はい、逆にこれがあれですね、週に7回とか逆に1週間に10回配信とか1日2回配信すると逆にそれはね、うざがられちゃったりとか、そうですよね、ブロックにつながっちゃったりもするので、あそこは注意してほしいなと、うん、はい、で、あと、それちょっと僕ばっかりしゃべっちゃってあれなんですけども、お母さんで実はブロック率とかどうですか、 LINE アットのブロックはあります。ありますよね。はい、 30% はいってないですよね。パーセントなのかな、ちょっと、今同じ携帯なのでちょっと見れないんですけど、ああ、OK、です。まあ、後ほどね、ちょっと確認、ぜひちょっとしといてほしいなと思うんですけど、ブロック率って、はい、そう、うちのクライアントとかでも一番最初はね、例えば、ブロック率が 10% 超えちゃいましたとか、20% いきましたって言って結構焦る方とかいるんですけど、LINE のブロック率は 30% 以下までだったら全然焦る必要ないですね。30% 以上だったらちょっと高いなっていうぐらい。あー。うん、そこポイントですね。はい、でちょっと今回ですね、じゃあインスタで今ね集客をされているということで、岡田さんのちょっとインスタグラムもですね、ちょっとこちらに表示をちょっとさせて、はい、はい、いただいておりまして、はい、はい、こちらですね、皆さんの画面で見えてると思うんですけど、こちらのところでですね、実際に岡田さん、まあフォロワー数で言ったら別にね、インフルエンサーみたいに3万フォロワーとか、4万フォロワーね、別にいるわけではないけども、こっからでもしっかりとね、はい、月40万、50万ぐらいの売り上げで十分上げていくことが可能であると。
そうそうそういうのも岡田さん自身も体現されてますし、実際僕とかもそうですよね。もちろん年間の売り上げって3億ぐらいありますけど、僕の SNS とか LINE とかの総フォロワーは全部足してやっと3万ちょいぐらいなんですよ。そうそうそう。だから別に10万フォロワーとかね、うん、いないけど、別にトップ YouTuber の年収と同じぐらい売り上げ上がってると。そうそうそう、いうことになるので、はい、そうそう。で、実際ちょっと岡田さんのですね、インスタグラムで、まあ、こういう感じに今配信をされていると、はい、はい、いうことなんですけど、ですね、なんか意識されてるポイントだったりとか、ってありますか？投稿とか配信の中で。うん。写真の投稿と文字の投稿をこう交互に。やって、うんうんうん、まあ、できるだけ明るめの写真を使うようには気をつけています。あ、なるほどですね。まあ、統一感がありますよね。うんうん。で、結構このインスタグラムとかでもですね、僕も最近いろんなアカウントやっぱずっと日々リサーチしてるんですけど、やっぱり伸びないアカウントほどやっぱりデザインっていうのが言葉を選ばずに言うとやっぱダサかったりとかすると。そうそう、結構多くて。インスタってやっぱりね、うん。一昔前と比べたら、やっぱりね、インスタで集客する人って、自然の流れでやっぱそれ増えてくるわけですよね、今の時代で。はい。そう。ってなった時に、できるだけ他社よりもおしゃれで、他社よりも見やすくて、で、しっかりと綺麗なアカウントを作っていくっていうのが、これは大前提で、例えば僕が岡田さんのアカウントを見た時に、まあ、さっきね、はい、僕見させていただいたから、綺麗だなって印象を受けたんで、まあ、こういったは全然、はい、フォローしようかなと思ったんですけど。あ、本当ですか。はい。ありがとうございます。まあ、すでにフォローしてますけどね。あ、ありがとうございます。そうそうそう。でもそれがなんかめちゃめちゃなんか例えば今日はラーメンの写真で、なんか明日はカレーの写真で、その次の日はなんかビジネスの配信で、よくわからないみたいな。そういうアカウントだと、それだけでお客さんがあなたのメディア、インスタグラムという一個のメディアにリーチできたとしても、フォローされない、取り逃しちゃうとね、これになっちゃうので、その受け皿をちゃんと作っていくと。で、これって実際どうですか、岡田さん。なんかめちゃめちゃこのデザインのあれを作るのに時間かかってたりとかされます？いや、SYK で、うんうん、テンプレートとかもありますし、うんうん、で、やり方も、実際も私、本当に苦手だったんですね。インスタちょっと苦手だなと思って、ちょっと、見る専門だったんですけど、それが、うん、やり方で、ここを選んだらいいよとか、これをやればいいよとか、もうちょっとこうした方がいいよとか、すごく具体的に教えてくださるので、うん、本当に分かりやすくって、と、配信、苦手な人でもできたというか、私が実際に。SNS が苦手な人でもできたと。はい。なるほどですね。岡田さんは結構なんかね、雰囲気的にバリバリインスタとかやってそうですけどね。SNS とか。いや、もう友達の、別のアカウントでプライベートもあるんですけど、うんうん、それ本当いいねばっかり、いいねとか、たまにコメントしたりとかするぐらいで、はいはいはい、もうちょっと上げてよって友達に言われるけど。友達にもプッシュされてしまうというね。それがもう今 SNS の運用とかね、ね、しっかりコンサルティングで、結果を出されていると、はい、いうことで、まあ、しっかりそこはもう型通りやるってところですかね。そうですね、うんうん。それをちゃんと教えてくれるし、うん、聞いたら答えてくれる、くださるので、うんうん、本当に助かってます。確かにね、まあ、うちのクライアントさんとかでも結構逆に20代の人とかって本当にマスターマインドで一人 いるぐらいで、ほとんどうちのクライアントさん20代いないんですよ。ああ、そうそうそう。だスマホ世代じゃない方で、例えば音楽教室の昔卒業生で川上さんっていうピアノ教室をやってる方がいて、はい。はいはい、で、SNS 一切使ったことないと。そうそうそう。で、Facebook の集客の塾に入ってそこで挫折しちゃった過去があるから、Instagram でまた同じ失敗したらどうしようってめちゃめちゃ最初不安だったんですよね。で、うち入って、で、2ヶ月ぐらいで3000フォロワー突破して、今音楽教室とそのお教室向けのコンサルティングで年商で数千万いってますか？そうそうそう。っていうように。そう、SNS ができないってのは結局ね、幻想だったりするんで、うん。まあ、ちゃんと型通り、マニュアル通りやれば、レシピと一緒で、料理が作れる。そうですね。うん。はい。そうですね。はい。そうですね。あとはまあ、最後にね、ちょっと LINE の配信とかで岡田さんがちょっと意識されてるポイントとかもちょっと聞けたらと思うんですけども、どうですかね。うんうん、まあ、まず開封してもらうためにどうするかっていうことを、うんうん、まあ、最初の一文というか、をどうするかっていうのを、まあ、
後から考えてますけど、その内容は一応、うん、あの有益なものとか、あとプライベートなこととか、うんうん、あとマインドとかをいろいろ混ぜながら、うんうん、あの日々別々の配信をしているんですけど、うんうん、まず開けてもらうためにこう言葉を考えたりとか、そういうのも教えていただいて、はい、うんうんうん、ですね。第一文の文章を結構重要だよ。開封率上げたりとか、あとはその結構配信のバランスですよね。なんか価値観の今日は配信をしてとか、ノウハウの配信だったりとか、なぜ今が重要なのか、もちろんあのうちで使っている24個プラス8テーマに基づくテンプレートっていうのがあるんですけど、その1ヶ月間の配信スケジュールってね、お母さんも一緒に実践会とかで作って、でそれ通りにちゃんとバランスよく配信をしていって、実際には制約につながっていると、うん、はい、いうことなので、まあ、ぜひ皆さんもね、この配信のバランスはね、ちょっと気をつけてほしいなというふうに思います。はい。OK です。バランスですね。はい。で、最後にね、最後に最後にと言いながら、これは本当に最後なんですけども、はい、ま、岡田さんが、うちの学科に入る前と後でのちょっと変化ってとこで、うちの学科入る前っていうのは、どういう状況だったのかってちょっと聞いていきたいと思うんですけど、ビジネス経験だったりとか、なんか集客をそれまでにも学んでたことがあるとか。集客自体を学んで、いなかったんですけど、あのマルチマーケティング MLM、 あ、 MLM、 はいはいはい、その自己投資して、うん、で LINE は大事だよ、あ、インスタグラムは大事だよって言われて、うん、なんかこうそれこそあの映える写真を上げたりとかしてたんですけど、うん、それが必要ないっていうのも分かりましたし、うん、でビジネス、本当副業で実際成功したことがなかったので、うん、もういろんな、本当にいろんなビジネス、副業をやってきたんですけど、うんうんうん、結局、1万円も稼げない、数千円とかしか稼げなくて、うんうん、クラウドワークスとかで、なんかそんなに、やったりもしたんですけど、もうちょっとしか稼げなかったので、うん、それが今、ちゃんと、ね、あのしっかり稼げているっていうのが、本当にちゃんと再現性が高いものを教えてくださるから、うん、こんなあの副業に迷ってる私でもできたなと思います。なるほどですね。じゃあ、まあ、本質をしっかりと学ぶことで、まあ、今の、まあ、そういった実績ね、こういった売り上げにつながっていると、はい、いうことということですね。はい、はい、ございます。で今回ね、ちょっと岡田さんと一緒にですね、まあ、インスタグラムであったり、そういう集客の秘訣っていうところいろいろ聞いてきたと思うんですけども、岡田さんも今、LINE アットされていらっしゃると。はい。されているということで、実際にね、岡田さん LINE アットの配信すごい勉強になるので、一応概要欄の方にね、LINE の方貼っておきますので、はい。で、下のね、概要欄に記載してあるこちらね、無料プレゼントでもね、ぜひ今だけ受け取れると思いますので、そちらもぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、ございます。そしてね、今回の動画も少しでも勉強になったよという方は、ぜひ高評価ボタンとね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、岡田さんね、本日は、お時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。